演説中に銃で撃たれ亡くなった安倍元総理の告別式が午後1時から港区の増上寺で執り行われました。会場には一般の人向けの献花台が設けられ、時折雨が降る中、午前中から多くの人が列を作りました。また告別式に合わせて県内でも動きが。呉市役所では安倍元総理へ追悼の意を表し、半旗の掲揚が行われています。4年前の西日本豪雨では呉市安浦地区と天王地区の被災地を視察し、避難所を訪問した安倍元総理。市役所の前には手を合わせる市民の姿がありました。水害の時もですね、私がお店を持ってた安浦地域にも、ね、迅速な対応をしていただきまして、誠に感謝しております。告別式の後、安倍元総理を乗せた車は集まった多くの人に見送られ増上寺を出発。長年政治活動の舞台だったゆかりの地をめぐり、自民党本部や総理官邸では岸田総理をはじめとする政界関係者や職員らが手を合わせました。安倍元総理は永田町に最後のお別れをして斎場へと向かいました。